林雄敵は岩村藩範囲で、明治期の日本の実業家、医師、管理、丸善、横浜商金銀行の創業者として知られる。天保8年、美濃国麦義魂笹ヶ村に岩村藩医師、山田流長の子として生まれるが、父は雄敵の顔を見ることなく26歳で亡くなったため、同村の名主、林再平の養子となる。大垣。 ついで名古屋に出て、医学を学ぶ。林自身が優れた医師でもあった。安政元年、郷里に戻り院を開業する。安政六年、江戸に上り、万円元年六月に開業する。坪井信道に学んだ後、慶応三年、慶応義塾に入塾して、福沢諭吉らに、蘭学、英学を学び貿易に関心を持つ。明治維新後の明治元年に、 横浜梅毒病院の医師となり、数ヶ月後の十一月十日に、書店丸屋を開業するが、当時は仮店舗程度であり、明治二年に一月一日付で、丸屋商社の期を制定し、正式に横浜新浜城に書店丸屋を開業した。創業当初はもっぱら洋商及び、薬品医療機の輸入販売を目標として掲げ、同年には早くも手狭になり、愛お町に、 玉野屋の薬局を書店と併設して移転し、明治4年には堺町に移転する。マリア商社は、元金社中と働け社中の両者によって構成される、近代的会社組織であった。福沢諭吉は、林と共に、店の名前を考え、世界を相手に商売する意味で、玉屋と書いて、玉屋と読ませたが、マリアと呼ばれることが多く、マリアと改めた。また、福沢は、 当初から、元金社中として、多額の出資を行い、周囲にも出資を進め、有望な人物を丸屋に紹介するなど、深く関わった。明治5年10月、後に、横浜商金銀行頭取となる中村道太が入社し、共同経営者として、西洋簿記法を導入することで、合理的な経営を目指した。明治3年、東京日本橋に店舗を開き、 翌年には、東京店の隣に、東物店、大阪店を開業し、その次の年には、京都店を開業するなどして、事業を拡大する。さらには、貿易商会として、ウラジオストク、ニューヨークに支店を、ロンドン、リヨンに出張所を開設するまでになった。明治6年、故郷の恩人である章や、高織前六二社員を表すべく、店名を丸前に解消。 内務省衛生局御用係となり、横浜市役場設置庁となる。明治13年3月、株式会社となり、有限責任、丸屋商社とし、明治8年の林有敵の東京移転後、事実上の本店になっていた東京支店を正式に本店とした時には、会社定管で、書籍、薬品、博来雑貨の参加を本業とし、裁縫。 家具製造の2回を余業としていた。輸入書籍や文具を取り扱う大型書店として発展させる一方、明治12年、丸屋銀行を創設し、金融にも進出する。同年の横浜商金銀行の創立願書には、壮大、中村道太と共に発起人の一人として名を連ねた。丸屋銀行は、書店業から顧客の信頼を得、 産業振興を目指す山形県の有力者などから資本や預金を獲得したが、明治17年に松方デフレの影響と、近藤高行東取の乱脈経営によって経営が破綻し、林は再建を目指して、丸善社長を辞して銀行東取に就任するが、結局再建できず、責任を取り退陣した。その後、丸善は文房具、書籍販売の本業に、 経営の力点を焦点化することで経営を再建した。先に述べた横浜商金銀行のみならず、慶応義塾門課税が設立した日本最初の生命保険会社である明治生命、保険会社設立にも関与し、明治4年、在留会社9年、自力社会13年、貿易商会の設立に関わった。それまで日本に存在しなかった組織を次々と生み出していった。 明治12年から13年にかけて、神奈川県の県議会議員を務め、明治14年の横浜キートニア預かり所の設立出願にも加わり、横浜商人の名士の一人でもあった。丸善の経営から手を引いた林は、隠居生活に入るが、依然として丸善に顔を出しては茶を飲んだり、囲碁を打ったりしていた。作家、内田露安は、丸善のデッチ時代に、 隠居した林への使いを命じられた時のことを書き残している。家の中は本や新聞、瓶や鉱石などが散乱し、林は酒を飲みながら内田に優しく話しかけたという。また別の日には鉱石の実験をしている林の姿を目撃している。隠居生活に入っても林の探求心は衰えていなかったようだ。なお、息子の林次郎は林ライスの考案者とも言われるが、 真偽のほどは不明である。ただし、丸善では、林ソースの缶詰が売られている。一説には、住居の2階で委員を開いていた有敵が忙しい、時にも食べられるごった煮の料理を患者にも振る舞った、ことから、その料理が、林ライスと名付けられたという。ありがとうございます。